Hey guys! Today I'm watching Scum's Wish, Season 1, Episode 7, called Lots of Love. I'm so excited for this, I've been waiting a week for this episode! ホテル、ホテルってそればっかですか。やりたいばっかり頭いっぱいですか。うん。そうだけど。だって男だもん。悪い?理由になってなってるよ。性欲なめんなよ。今すぐ。でもあんまりじらされると。 ごめん。呼び出されちゃった。誰から?ん?やらせてくれるを。それじゃ。ちょっと待って。間違いを犯すところだったわ。もしも手が触れた時、拒絶されていたら生きていけないところだった。 私には一生本物の恋なんていらないの。ああ。麦、今日は楽しかったよ。本当にありがとう。一生の思い出にするね。<笑>覚めない夢の中にいられればそれでいい。自分一人ならそれが叶うの。それで私は幸せに。 好き。そして王子様のキスで夢は砕け、お姫様は暗闇の中一人目覚める。声を枯らして泣いたりしないのは悲しみも喜びもまだ知らない。 麦の部屋、久しぶりだな。いつぶりだろう。いい匂い。デート楽しくなかったの？楽しかったわ。嘘だね。嘘じゃない。でも楽しいのと同じくらい物足りなかった。<笑>なんだか知ってるくせにわからないふり。知りたい？ <笑>私はもうとっくに。<笑>じゃあね、おやすみ息子。はーい、おやすみママ。神様、お願いします。いつか絶対麦とベルサイユ宮殿に染まって。<笑>ああ、やだよ。俺姫路城のがいい。王子より武将だろ。 早くヒゲ生えねえかな。<笑>お遊戯大会で王子様の役。興味ねえ。火でいいよ俺。<笑>火はいいよな。屋久島行ってみたいぜ。ダメ。麦は私とイギリスかフランスに跳ねばするの。<笑>もうダメだ。俺たち合わねえよ。コンビ解散ってやつだよ。組んだ覚えねえけど。 悪かったよ。もう泣くなよ。解散しないから。本当。好き。しょうがねえな。本当は分かってたの。自分が許されるうん。存在だってこと。私が泣いてひるまない大人じゃなかったの。私は本当は知ってた。自分が絵本の中の 純粋なお姫様じゃないってこと、ずっとずっと気づいて自覚して利用してきたわ。自分の価値、可愛い子ぶるのはもうやめる。手を伸ばすのは怖いけど、私はもっとまっすぐに麦を好きなはずでしょ。仮にも人の彼氏なんだよ。それ以上は良くないよ。でもこれが本当の私を知ってしまったの。それじゃ適当な恋愛してる
本当に好きだからこそ踏みとどまるべきよ。あのね、違うの。何も知らなかったのは私の方なの。ちゃんと振り向かせてからじゃないと半端な感じで終わっちゃうよ。それでもいいの？今触れたいの。あおはあ、もっと早くこうしていればよかった。別に先のことどうでもいいわけじゃないけど、好きな人が今こうして私を求めてくれる以上のことなんてないって気づいてしまった。Oh my god. このしびれる感覚も熱も今だけあなたは私だけのもの。こんな甘美な味知ってしまったらもう戻れないよ。ムーギー God. Bloody man.なんかわかんないけど、今、モカがめちゃくちゃ。そう、私、可愛いんです。だから平気なの。好きって言ってもらえなくても。Oh my god。女の子は可愛い。何考えてるのかわかんないとこの。続きする。嫌ならしない。ところがすごく卑怯だよ。確認しないと進まないところがさ。これどうやってのさ。リボン外さない。わかった。こういうタイプね。キャって。ダメってさ。見せてよ。モカノだから見たいんじゃん。おお、俺は地獄に落ちるね。He sure is. Oh. 触るよ。暗くてよく見えないから見なくて済むのは、そんなのは違うんだ。やっぱり。What is going on? けがせないのは自分のため、割り切れないのも自分のため。でもそれでも俺、モカが大切なんだ。それは本当なんだ。She is unimpressed. Why is he not naked? 合ってるわ、そんなこと。ブギの中で私は十分特別よ。特別で不可侵な触れない飾り物よ。私は触れて欲しかった。めちゃくちゃになったっていい、汚れたっていいから。ブギと同じ世界に行きたかっただけよ。それが叶わないならそんな特別なんて。夏休みが終わるまでにちゃんと告白しよう。そして夏休みが終わるまでに二人ともきれいさっぱり連れてこようと決めた。そしたら本当の恋人になって手をつないでデートしたりするのかな。